の収録はですね、パラッソ三郷中央店様をお借りいたしまして収録をさせていただいております。さあ、それでは早速こちらをご覧ください。この番組は A タイプに特化したバトル番組、リーチエンジェルで活躍中の6名が2つのグループに分かれポイント制のバトルをします。ポイントはプラス収支で1ポイント、マイナス収支でマイナス1ポイント、プラス1000枚につき1ポイント、プラス3000枚で4ポイントとなっています。ポイントが並んだ場合は最高出玉が多い方の勝利。各グループのトップが決勝でバトルし、決勝はとにかく出玉を出したエンジェルの勝利となっております。グループ分けはご覧の通り。はい、まあ、見ていただいたと思うんですけど、今ですね、私のいる A グループはシエルちゃんがなんと2ポイントもゲットしてるんですね。で、私が今のところマイナス1ポイントということは、今回勝たないとちょっと逆転が絶望的なので、ちょっと今回はですね、快進撃で一気にトップに上りたいと思います。応援よろしくお願いします。さあ、それではね、早速台の方を見つけていきたいと思います。さあ、どうしようかな。あ、ここがエースプロジェクトエリアなんですけど、いっぱいですね。全然ちょっと台が空いてないです。ってなるとジャグラーですかね。ジャグラーエリアもちょっとこっちがマイジャグ3とか2のあるところなんですけど、ここも結構お客さんいますね。あ、カード空いてるじゃないですか。ちょっとね、せっかくなんで、あのオカルトじゃないんですけど、ジャグラーのカード台は出るっていうね、あのオカルトがあるんで、ちょっと今日はまずカード台から勝負してみたいと思います。ですね、早速実戦の方をスタートしていきたいと思います。結構ね、ジャグラーオカルトっていろいろあると思うんですけど、今日はね、なんとなくオカルトも検証しながら楽しんでいけたらなと思います。まあ、楽しみつつ、もちろんね、たくさんペカらせないと、やっぱ今回の勝負にシエルちゃんには勝つことはできないと思うんでね。で、オカルトなんですけど、クレジットをまずいっぱいにする。これなんか大事らしいですよ。 OK、 じゃあやりたいと思います。あんまりバー狙いで普段打つことが少なくてカウントしづらいんで、ちょっとブドウだけ数えようかなと、メモで性能値でちょっとつけていこうかなと思います。これ多分早いと思います。じゃあ、はい、まずブドウ1回落ちたから OK。またね、お腹をちょっといっぱいにさせましょう、クレジットの。はあ、今がビッグ5とレギュラー4と、まあでも結構綺麗にね、数字の方ついております。で、まあ、また状況の良さそうな台があったらね、移動してもいいのかななんて思いながら。あ、やばいやばい、ブドウ2回揃ってましたね。チェックチェック。お、ブドウがね、3連した後50ゲーム間でペカリやすいっていうね、オカルトなんかもあったりするんですけど、まあオカルトなんでね。さあ、今回プロジェクト S、 私が収録が2回目の参加なんですけども、前回がね、クレアとか、まあいろいろうちち、あ、さあね、どっちかな。お、やりました、やったー、早い、ビッグボーナスゲット。いや、幸先いい感じですよ。
ではジャグレーンするかどうか見てみましょう。フィギュア。でもプロジェクトエースでドア頭からジャグラー打ってる子あんまりいないんじゃないかなって思うんですけど、ちょっと今日はね、なんか手堅くなんとかプラス収支で終えたいなっていうのもあって、ちょっと手堅くね、まあまあ他の台が空いてなかったってこともあるんですけど、わー100回転になっちゃいましたね。あーピカラズ残念。じゃあ次はね150の55ランプ天井を目指して150でしょ次は。じゃあいけるんじゃないですか。あ、お隣のお姉さんが見事ジャグレンしてますね。ビヨーン150回転。あーリプレイか。どうでしょうか、150超えちゃった。さあ皆さん、ゴールデンウィークね終わった後のまあ収録ということなんですけど、皆さん結構ねいろいろ出かけられたのかな。私はですね結構ゴールデンウィークは東北方面に行くことが多くてですね。あ、やっとです。まあ東北のゴールデンウィークの話してたら、やっと205回転目でかかりましたね。あ、しかも見てくださいプレミアですよ、わかります、点滅。よし、もじゃビッグです。おお、ジャグレンはしないけど今ビッグ2連で、で持ちメダルではないですね、今1000円プラスで追加入れました。次のジャグレン目指していきましょう、よろしく。はい、それではですね、ちょっと55ジャグラーがちょっとハマり始めちゃったので、投資が進む前に今度はちょっと良さそうな、これなんだ、ニューアイムジャグラーですね、ニューアイムジャグラー EX、 次はねこの台で勝負したいと思います。頑張るぞ。またオカルト打法いきます、クレジットとりあえずいっぱい入れる、とりあえずいっぱい入れよう。 OK、 はい、そんなに大きくはまらずね当たってくれたら嬉しいところですね。ただ今打ってる感じ、まだまだブドウが落ちてくれてない、ブドウが落ちてくれてないぞ。お、びっくりした、びっくりした、音がドキーってしますよね、すごい綺麗。ここは化けでした。あ、ね、結構ね回数の方は綺麗についてるんですよ。で今ガサの方もちょっと下がって順調な感じなので、では次ねジャグレン目指して、レギュラーで当たったからジャグレンする可能性ありますよね十分。まだねプロジェクトエースでねジャグレンいっぱいしてないんで、多分ねいいもんあると思うんですよ、優等生大まだ眠ってるやつ、頑張ってねそれをね掘り出して当てていきたいところです。ちょっとバー狙いはくてず回す優先にしちゃってるんで、基本ブドウだけ今カウントしてます。打ち始めて41足す、割ることの、あー打ってそんな立てないんですけど、まだまあブドウの方は設定1、おー1以下とか言ってたら終わった、ペカりました。はい、102回転目やりましたよ、やった、ジャグレー明けすぐですかね。ほい、あ、いやー嬉しいですね。ね、さっき言いましたけど角台はペカルオカルト三郷中央店様では
そのカルトは通用するのでしょうか。ほい。いやー嬉しいな、ジャグラー大好きなんですよ。さあ、すごい、クレジット追加なしで40ゲーム回りましたよ。ね、なんか今年ジャグラーが20周年でアニバーサリーエディションというのが出たんですよ。20って書いてあるパネルで、まあ通常がこのアイジャグと一緒の赤いパネルなんですけど、ホワイトパネルっていうのがあって、ケーキが表示されてるんですね。あれなんかプレミアムモデルらしくて、あんまりね置いてるホールさんが少ないらしいんですよ。私も最初雑誌で見て、あんまり置いてるホールさん見たことないなと思ったんですけど、この前ねお仕事で回らせてもらった時に導入されてるホールさん見てね、すごい美味しそうだなって思ったのが印象でした。だってデコレーションケーキなんですよ。あ、そんなこと言ってたら、さあ今163回転目でペカりました。じゃあビッグかレギュラーか見てみたいと思います。残念、バケでした。ビッグにレギュラーが追いついてるという点では良いんじゃないですか。あ、え、早くない？え、早くないですか？もうペカった10回転。ビッグです。もだー、私あんまりもうお仕事から終わって帰ってくるとなかなか疲れちゃって走るまで行かないんですよ。なので家でできるトランポリン、あれね5分やると、おー、相当息が疲れるんですが、レギュラーでした。いやでも快調ですよ。だいぶすごい、レギュラーも今回数ついてきてくれてます。この台が置いてあった理由は、この子が遅っ、うわー早い。もちゃーやりました。まあそろそろ一回止まっちゃうかな。でもまた早い当たりでね、引けたら、あー光ってた。ほい、あ、レギュラーボーナスでした。今日はまあジャグラーメインでね、今日は人選今してるんで、とにかくたくさんの方法ランプの光を皆様にお届けできれば、おーっい、そう。素晴らしい。ゴールデンウィーク中にねちょっと風をひきまして、花粉なのか風なのか全然分かんなかったんですけど、でも多分風だったのかな。寒暖の差が激しく、おー、着いた。ちょっと私の声の大きさに周りの人がびっくりしちゃった。はい、さあここはレギュラーボーナスでしたね。ビッグ2連が続いた後のレギュラーボーナス獲得。さあお腹いっぱいにしてあったんで、もういきなり払い出しが来てます。お隣のお兄さんがやめたら隣を取るのもありかもしれない。合算だけ見ると、まあ結構今日は夜までの収録という、おー、名前入りでした。びっくりした。はい、見事200回転以内で、195回転目で名前入り、すいません、名前入りしちゃいました。ビッグボーナスゲット。
いや嬉しいハプニングですね。合算も134分の1。で、そうですね、じゃあここはもう私の判断で、ちょっと後半戦はもうブドウいいです、バイバイ。そうですね、後半打てる時間も多分残り少ないと思うんで、しっかりと回せるところまで回していこう。ハマりすぎじゃないですかこれド M なのかなってぐらいしんどい。今151分の1まで来てますね。やっと461回転目。もう悲しいですね。やっとですよ。やっと来たよ。ほい。ありがとうございます。やっとビッグが引けました。お隣のね、多分1700枚ぐらい係数機に入れてた方、やっぱハマるって分かったんでしょうね。いい感じにやめられましたけど。やっぱね、ジャグラーで何千枚も出すってね、なかなかね、よほど条件が揃ってないと難しいっていうのはありますよね。おお、来たー、やったー、31回転目。いやー、5月はありがたいことに本当忙しくさせてもらって、まあある意味充実してますね、すごい。だからその分体調管理だけはね、気をつけなきゃなーってみんなに迷惑かけちゃうんでと思っているんですけども、はい、来ました。はい、ここはレギュラーボーナスでした。はい、さっきジャグラーが、まあ、大ハマりした後にちょっとジャグレーあんましなかったんで、ちょっと時間も少ないんですけど、ちょっとやっと A タイプコーナーで明け台が出たんで、ほとんどあんまり打った経験はないんですが、北斗のショーでちょっと残り時間頑張ってみたいと思います。ごめんなさい、私も全然ね、ほぼ初打ち。これあるんじゃない？とりあえず中段チェリー。中段引いたからなんかあるかな？おお、早い！しかも今適当に打ったのに揃っちゃった。ありがとうございます。なんとすぐ当たりました。確かこれ出てくるキャラクターによって設定示唆があったはずなんですけど、まさかのいきなりレギュラーボーナス速攻で引けました。ラッキー。ちょっとテンション上がりますね。やったー。お、お、チャンス。パワーは、今の中段チェリーでステージが上がりました。あら、あー、ということは分かんない、どうだろう。やったー、ビッグゲット。
やりましたー、キュピーンって出ましたからね。やったー、よし311枚ゲット、やりました。はい、そうですね、ビッグボーナス引いて100回転ぐらい回ってちょっとほくれはないなと思ったんで、あとちょっと実践時間の方がもう終了の時間になってしまったので、ここで実践の方は終了したいと思います。お疲れ様でした。はい、それではね、ちょっと店内の状況の方も見ていきたいと思います。今ちょっとビッグ偏ってるんですけど、ビッグ31レギュラー17 で今ちょっとビッグ寄りにはなってるんですが、多分この後今121分の1でレギュラーがこの後回した後追いついたら上の方もあるんじゃないかなって思いますね。良さそうです。これね、ゴーゴージャブラーなんですけど、これもちょっとビッグ今寄り気味ですけど、多分あと6回ぐらいなんでレギュラーが追いついて1対1、しかもボーナスも今147分の1っていう形なので、まあこの後もうちょっとまくれればレギュラーに行けばこれも上の方があるんじゃないかなと思いますね。今そしてですね、もう一つのジャグラーの島に来たんですけど、見てください、このね、角台のジャグラーがある。ビッグ22でレギュラー19、あと3回で多分1対1になるんですけど、今ボーナス確率の方も137分の1、今ちょっとハマり中ですけど、多分この後またレギュラーの方がついてくると思うんで、これもかなり上の方が期待できる台なんじゃないかなと思いました。はい、こちらがですね、エースプロジェクトエリアにやってきました。お、今ビッグボーナス2あたりするんです。見てください、ものすごいこのエリア今出玉が、もしかしたら全台系とかあるかもしれないですよね。見て、やばい、5000枚オーバークリアですよ。はい、こちらノーマルタイプのバーサス来ました。見てください、ビッグとレギュラーの回数すごい綺麗についてますよね。で、履歴の方もお隣の台は、まあ、あのいい感じにビッグに寄ってて32と14、で構えの方も3300枚ぐらい構えがね出てたりとか、現状でもまだちょっとハマってますけどしっかり出てくれてるんで、すごくバーサスエリアも上の方あるんじゃないかなって感じがしました。はい、実践終了しました。お疲れ様でした。じゃあね、早速結果の方なんですけども、まず投資が本日329枚、そして回収が602枚だったので、サマイが273枚ということでプラスになりました。ありがとうございます。やった、ちょっとだけだったけどプラスになりました。ということでプラス1ポイントゲットなので0ポイントかな、はい、前回がマイナス1ポイントだったんで、まあ、振り出しに戻るって感じで0ポイントになりました。あと1回だけなんですけど、ちょっとそこでババーっと出せちゃえば十分勝てる可能性もあると思うので、次回も頑張っていきたいと思います。今日はね、まあ、のジャグラーとか最後あの北斗の方も触ったんですけど、北斗がねすごい当たり軽くて、まさかレギュラーとビッグ両方ともねすぐ引けると思わなかったんで、それもねあの結構プラスのサマーにつなげられたんじゃないかなと思います。はい、本日もですね、こちら、パラッツァ三里中央店様をお借りしまして収録の方させていただきました。それではまた会う日まで、またね。自信がある、このどれかに当てはまっていれば OK。 次戦他戦は問いません。応募はこちらから。たくさんのご応募お待ちしております。